突然ですが、皆さん普段シャドーバースを遊んでいて、対戦相手にバリ雑言を浴びせたいと思われた経験ありませんでしょうか。言葉の強さに差異はあれど、シャドバが対戦ゲームである以上、一度はそのように感じた経験あると思います。そのような場合、合法的に相手に貸すと伝える手段があることをご存知でしょうか。それが名前に貸すを含むカードを使用することで、サブリミナル効果を用いてバリ雑言を認識させるという手法。このようにシャドバには自身が思う言葉を間接的に相手に伝える手段が存在します。そこで私が今回皆さんに紹介したいカードがカラミティモードの、特に注目するべきはトークンとしてデッキに加わるシャングリラブレイカーになります。一見すればエヴァンゲリオンの人ですが、名前をよく見るとラブという文字が潜んでいることにお気づきになられますでしょうか。ストレートに感謝の気持ちを伝えるのは少し恥ずかしいよと感じる方、ぜひこの機会に日頃の感謝を込めて、親愛なる家族や友人に必殺を通してラブを伝えてみるのはいかがでしょうか。ちなみに対戦相手にお尻と伝えられるカードは現時点でオシリスの1枚のみになっています。お尻を通してコミュニケーションを行いたいシリンチ系プレイヤーの方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてみてください。